はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。朝海様、元山様、ピオ様、ケチママ様、豆おじ様、花ちゃん様、ご支援ありがとうございました。昨日デモをやってる最中忘れたりなんかしたご支援も入っております。デモ前でバタバタしていましたので、もしお名前に漏れがあったら申し訳ありません。ご勘弁ください。有志の録画でですね、デモ隊接近に合わせ、有志っていうか、まあ事務局なんですけど、うちの、NHK が西門を閉ざしていたことが判明。なんかデモ隊が 100m ぐらいに、近づいた時にですね、門閉めます、門閉めます、門閉めますとか言いながら、警備員がガラ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 西門を閉めている、いう絵が撮れました。前々回のデモでですね、桜田修生さんという方がですね、警備員に食ってかかってたからかな、まあやめさせましたけどね、前回のデモから。人ら警備会社から派遣されてるバイトさんだからかわいそうだよって言ってですね、やめさせましたんですけれども、閉門はまあ上からの指示でしょうね、 NHK のね。なんでデモのことを知ってて警戒してんじゃん。昨日もですね、NHK はおろか全テレビ局、全新聞社、一社も取材なし、報道もなし。そろそろフジデモから12周年ですけれども、隠蔽体質全く変わってねえのな。これは治療不可能だから、倒すか影響力低下させるしかないですね。いても気になんねえレベルに弱らすしかないですね。幸いなことに若い人テレビ見ないし、今後も見ないんで、時間は我々の味方ですけれども、今見てる主に高齢者さんたちが自然と少なくなってって、見る人が誰もいない。私が生きてる間にですね、現在存在しているテレビ局、テレ朝、日テレ、TBS、フジテレビ、テレ東かな、テレビ局がボロボロになって悪さしても無視できるレベルまで落ちぶれる姿が見たい。まあなくなんなくてもいいですよ。ただ何言ってもやっても気になんねえ、声がちっちゃくて。今後も NHK に対するデモや情報発信は続けますんで、皆様ご協力よろしくお願いいたします。下請け集金人からですね、直接雇用の集金人に切り替わっただけなのに、スクランブル化は諦めたであるとか、 NHK 問題解決したなんて嘘こいてですね、一切ですね、 NHK 問題に取り組むことをやめてしまったですね、 NHK 党の立花とその子分全員を私は軽蔑しています。大体なんだよ、私と同時期に受かった議員も、受かった途端にチラシ配りとか一切ピタッとやめちゃってさ、私続けますからね、NHK 攻撃を。だっておかしいもの、NHK。スマホ持ってるだけで金くれなんておかしいもの。岸田政権、骨太方針で修正雇用、終身雇用っていうのかな、見直し、経産省、転職に役立つスキルや資格取得の講座やセミナー代として年間24万円を助成、33万人の転職を目指すと。やたら転職促進してますけれども、一体何狙ってんのかな。労働者の入れ替えが盛んになれば、転職しやすくなればブラック企業退治にはなるだろうけど、その33万って数字はどっから出てきたのかな。不思議な方針が発表されました。一般反応です。民間の口座に金流すのが目的やな。民間口座ってもちろん中抜きのための指定口座だよな、お仲間。民間の口座とやらに金を流すスキーム作ったっちゅうことや、今度はその民間口座との利権ですか。なお女性対象は政府指定のお友達口座に限る。またパソナがどっか、パソナかどっかが仕切るんだろう。パソナがですね、多く落札したみたいです。この助成金。なんだか知んねえけど。だからパソナの、なんとかセミナーとかなんとか講座は、助成金でタダで受けられますとか、そんなんなったみたいです。一番多く落札しちゃって。なかなか転職を思い切れない。ブラック社員の後押しにはなるな。こんなの派遣会社がガッツポーツだけなんちゃうか。派遣会社じゃなくて、そのセミナーやら講座やらやる会社じゃねえの、ガッツポーズは。民間講座に金流したいんでしょ。
お仲間のセミナーや講座に抗菌集中させるための授業、皆さん見破って、おられるようで、経産省官僚向けの新しい天下り先もできるんでしょうね、きっとね。スキルアップ促進協会やら、補助金受けられる許可審査協会やら作って、せっせと官僚が天下んでしょ。政府が転職を促進するとですね、推進するとですね、ブラック企業はどの人辞めて閉じがなくなって潰れますけれども、まあ社員のですね、奴隷労働の上に成立しているような企業はもうどんどん潰れろって思いますけれどもね。そうするとですね、まともな会社しか生き残れなくて、まともな社会になると思います。高くてまずいラーメン屋は潰れろ早く。でないと、どこのラーメン屋に入っても安心っていう風にならないでしょ。ブラックと感じるか否かは、個人のセンスと待遇もあるんで、これがブラックだとは断定できないのが難しいところ。同じ仕事をやらしてもですね、人によっては楽しくてしょうがない。もう夜の10時、11時だって夢中でやっちゃうみたいな、そういう仕事もありますし、同じ仕事やってもですね、苦痛で仕方がないっていう人もおりますし、あと待遇ね、もちろん労基に業務改善命令とか出されたとこなんかは国家認定ブラック企業ってなりますけれども、例えばですけど脳外科医とか心臓外科医が15時間の手術を行ってフラッフランになってもブラックとは言わないもんね。見合った待遇を得ていれば、あとその仕事にやりがいを感じていれば、私の肺がん、手術してくれた先生8時間私の体に取り掛かって、くれまして、ブラックだなぁなんてちょっと思った覚えがありますけれども、中には30時間とかいう手術とかもあるよね。中には天下りのためにせっせといらない 法律、を作らせない。今回のLGBT 法だってどうせ天下りのあれつくんでしょ、なんとか協会とかつくんでしょ、理解増進講師派遣協会であるとか、そんなの作って甘くなんでしょ話、その前にまず法律作ってね、ある程度から上の高級官僚が省庁のトップ5ぐらいまで対象、中途退職しても退職金払わんでとかですね、同期がトップ、その省庁のトップ事務次官になるとですね、まで上り詰めると同期の連中全員早期退職するっていう風習あるんですよ。これがですね、天下り先欲しい、天下り先欲しい、議員を騙して変な法律作らせたいっていう、動機になっております官僚ども、同期がトップになっても辞職を抑制すれば、定年まで働かせられれば、仕組みが あれば、そういうのを天下りの協会だのなんだの、せっせせっせと作るのを抑制できると思うんですけどね。かつての部下に命令されるのは嫌だ。知らねえよ、そんなの。ふざけんなって話で、定年までちゃんと働いてろ。かつての同期に命令されて、働いてるって話なのね。退職金を上げないだけでなくですね、健康上の理由とかでないなら退職罰金、早期退職罰金、ダメだ定年までねえと、そういうのもいいですな。まあシステム変えないと、変わんないと思うんでね。パヨの正念場、マイナカード保険証一体化について共同通信、延期すべきプラスやめるべき合わせて 72% だぞ。どういう聞き方したのか知らんけど、まあうまく誘導できたんでしょうね。延期すべきは、推進すべき、やめるべきの中間、延期すべきはどちらでもない、なんだと思うんですけど、そうするとね、数字見たら、3割3割3割ぐらいの話でしたよ。テレビも盛んに援護射撃してるしね、まあ共同通信の報道の仕方があれだっちゅうことで、延期すべしは、まあ現状維持で どちらかわからないっていう意見だと思うんですけどね。すれにごもうとパヨが意味不明な投稿が殺到してて、見にくいったらあれしない。だからパヨども、これ正念場なんでしょうね、マイナカード、保険証。要するに高齢者は、今ある保険証が廃止されることに不安を覚えているみたいであります。まあ年取ってくると、私も含めて、現状が変わることに恐怖を覚えますもんね。私なんかもう携帯7年ぐらい変えてません。最近電池の減りが早くなってきて、
寿命かな、さすがに7年使ってもな。で、でも乗り換えがめんどくせえな、ってずるずる来ておりますけれども、だったらね、マイナカード一体化の前段階としてですね、保険証に顔写真つけりゃいいんじゃねえの、そういう期間設けたらいいんじゃねえの。これでもね、パヨへのダメージは同じはず。あいつらは保険証の貸し借りできなくなってダメージ食らうのを嫌がってますんでね。どうせ氏名と住民票で国家に管理されてて、家だの車買うときは住民票やら印鑑証明が必要必須なのに、顔写真だけはいやーって暴れるパヨ界隈は、後ろめたいことがあるんですって絶叫してんですよね。要するにマイナカード推進に反対するにはするのは、脱税やら背乗り背乗りやらマネロンやってるやらこれからやろうとしているやらの連中、私はそう思います。後ろめたさゼロだったらマイナカードに反対する理由もないっすもんね。ただマイナカード何でもかんでもマイナカード一体化しちゃうとなくした時に困んなーって思うのは、それはありますけれども、運転免許も保険証もマイナカードも一緒くたってなりますとなくしちゃった時大変ですけど、それはね、スマホも一緒ですもんね。スマホもお財布携帯とかだったらあっからなくしちゃったら大変じゃないですか。でも皆さん気にせずたまになくしてもしょうがねえなっつって使ってるじゃないですか。そっちの方の利便性がまさっからさ、スマホの利便性がまさっから国家に管理されるのがいやーって人はどっかね、管理が緩い国に移民すればいい話であってね、それをですね、別に構わねえよ俺はマイナカードを保険証一体化っていう人をですね、そんなんダメだっつって動かさなくても自分が動けばいいんじゃないの、って思いますけれどもね。毎日新聞、難民より日本人を優先するのはおかしい。おかしなこと言ってんな。いつから国籍が人権の上位に来たのかっていう記事ね。その記事書いたのは、書いた教人はですね、シールズメンバーを多く輩出した明治学園大学の阿部博之っていうやつだそうであります。教授だか助教授だか講師だかはわかんないですけど、シールズメンバーを多く輩出している、明治学院大学ね、一般判断です。難民じゃないから、こいつ頭おかしい、何言ってんだこいつ、どこの国でも自国民優先だろ、困ってる日本人が優先だ、お前が金出して救ってやるよ、お前が救え定期、難民がお前ん家住みたいって言ったら受け入れるのか、自国民との区別こそ国家の存在理由、飛行機か船でやってきた連中を難民とは呼ばん。この安倍ってやつはですね、難民認定されてないんだから難民じゃねえだろって何回言ってもですね無視するパヨ学者みたいであります。安倍は憲法学者らしいんですけど、憲法で保障してんのは国民つまり日本人の人権だけですからね。あとね、罪を犯してない人、日本人でも日本人の人権はある程度最大限保障されますけれども、犯罪者は例えば刑務所に閉じ込められて、居住の自由を奪われるであるとか、職業選択の自由はあれかな、刑務所でも結構選べるみたいなんですよ。私は鉄工所で、私は木工所で、私は封筒に切って貼る仕事でみたいな、私はスキルがあるんでプログラミング、今刑務所にプログラム組むっていう仕事もあるんだって。よっぽど素行がいい人は図書館員であるとか給食係になれる。反社の元ヤグザモンとかは図書館員とか給食にはなれないっていうのを懲役太郎さんっていうのの動画で知りましたけれども、日本人ですら犯罪者は人権制限されるのに外国人の人権保障してませんからね、日本国憲法は。それ知らないわけないんだけど、憲法学者だから、こういう狂ったことを主張するパヨと、専門家がですね自分の専門分野で嘘をつく、それがパヨであります。そしてそれを掲載することで支援応援する毎日新聞と、
あるいはなんですけど、毎日の方がですね、こういう記事書いてくんないって依頼あったかもしれないですね。イギリス紙にですね、中国共産党から金もらってる毎日新聞があって名指しで糾弾されてたし、そのぐらいやりそうですもんね。難民審査参与、マジ難民は申請者1000人中数人、どこに安倍が言うような切羽詰まった難民がいるんだろうか。多くはですね、ほぼ全ては、だって 1% いねえんだからね、あの1000人中数人ってことは 1% いない、多くは99人は100人中、犯罪や不法滞在がバレてからその場しのぎに難民申請して送還から逃げてるやつっていうのが実態ですね。改正されてあの2回目で送還になっちゃったけどね。でもあの1回の審査に2年かかるっていう今まで通りのことですから、あの2年はいられることになっちゃうから、2回でも多い4年いられることになっちゃうのか。2回でも多いって思うんですけど、審査の迅速化で対応してほしいな。若年被害女性だけ支援事業とか、国籍問わず困難女性だけ支援事業とかは差別だから一切やめてですね、その分あの審査の人員を10倍に増やしてですね、10分の1の期間で審査終わるようにしてほしい。2年かかるとこだったら1ヶ月で終わるようにしてほしい。そしたら2回審査できますって言っても、2、3ヶ月ではいダメよっつって相関できるからね。紙の新聞ログでもないとこしか残ってないですよね。産経はましって意見あるけど、だったらなんで NHK でも取材に来ねえんだ、報道しねえんだって話。富士産経グループだから、富士テレビ、悪名高き富士テレビのとこだから、まあできないんでしょうけど、新聞紙、紙は環境破壊、森林伐採するなーとかいうデモはどうでしょうね。全民放は新聞社の子会社だから、テレビ局にも聞くんじゃないでしょうか。鬼語、その新聞を母体としてない鬼語の NHK は、まあそれ単体でやるとしてね。朝日新聞は環境破壊をやめろ、毎日新聞はやめろとか言って、あの銀座あたり、あの高齢者がいるですね。渋谷でやってもそのデモは新聞取ってる若者なんか癒しにからちょっと効果薄いと思うんですよね。高齢者がいるですね。巣鴨はデモする場所ないな。人通り多い2車線の大通りないもんな。ああ無理だな。ちょっと銀座とかかな。高齢者年配の方もフラフラしてる。紙の新聞は環境破壊、森林を伐採してせっせと新聞紙作って押し紙にして、回収するのやめろとかですね。そんなのもいいんじゃないかなんて、思っております。次はメール等員様限定懇親会だっけかな、24日。申し込まれた方は来るのを忘れないでね、出席してね。もう会場にあの人数いっちゃいましたんで、よろしくお願いいたします。4月1日政策報告会やります。私の主張は日々の動画を見てもらうとして、質疑応答がメインの政策報告会になります。皆さんから質問を受け付けてですね、これこれこれはどう考えてるんですかとかですね、こういうふうにこういうふうにこういうふうにしたらどうですかみたいな意見を、受け付けてですね、私がそれに答えるって形式でやろうと思っております。都合の悪いことはノーコメントにさせてもらいますけれども、その方はご容赦ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。